こんにちは、小助です。先日フォレスターにたっぷり乗りましたが、1日乗ってみて感じたのは、ロングドライブとか車中泊の旅をするときにすごくね、向いている車だなということです。僕の車の使い方は仕事とか買い物でも使いますが、旅とか車中泊がメインとなりますので、車に乗るとそういう用途に向いているかっていうのをね、どうしてもチェックしてしまうんですね。今回はなぜフォレスターがロングドライブとか車中泊に向いている SUV だと感じたのか、その理由について紹介してみたいと思います。今回の動画の内容はこの4つです。1つ目がフォレスターがロングドライブに向いていると思った理由、2つ目が車中泊が快適に楽しめると感じた理由、3つ目はドライブとか車中泊に役立つ便利な装備や機能、4つ目が車中泊とかロングドライブで使う場合に唯一感じた弱点についてです。今日はね、この4つについてお話ししていこうと思います。まずは1つ目のフォレスターがロングドライブに向いていると思った理由についてです。これは何と言っても乗り心地と走りがいいからです。ドライブするときに何が重要かは人によると思いますが、僕はね、何時間も運転しますから、乗り心地が良くて走りも快適で、そしてね、楽しい車じゃないと嫌なんですよね。 2500cc の排気量を持つエンジンはトルクもパワーも十分で、街中の発進加速はもちろん、上り坂とかね、高速でも十分満足できるぐらい加速してくれます。コーナーではしっかりした足で滑らかに曲がることができるので、とても気持ちがいいんですね。 SUV なのに峠なんかを走りたくなる、そんな車だと思います。そしてね、乗り心地もいいです。ふわふわした感じのないしっかりした足なんですが、パンパンに張ったね、エアマットのようにデコボコをしっかり吸収してくれるのに、安定感は抜群で快適だしね、楽しかったですね。さらに静粛性も高いので、長距離走っていても全然疲れないというのもいいところです。峠でも高速でも街中でも、もちろんね、こんなゆったり走れる道でも走っていて快適で楽しい、そんな車ですから、ロングドライブ楽しいですよね。まあ、そこがね、ロングドライブ向きの車だなと思った理由です。続いて2つ目の車中泊が快適に楽しめると感じた理由についてですが、車内の広さだとか使い勝手の良さにあります。まずラゲッジルームが非常に広くて、デコボコが少なくて平らなんですよね。シートを倒すとすごくね、綺麗にフラットになります。これはかなり寝やすいですよね。ミニバンだとね、ヘッドレストを外したり、あとはシートをね、逆に倒すのでデコボコを埋めたりね、まあ、そういう手間がありますが、 SUV の場合はシートを前に倒しますから、そういう手間がないのに加えて、フォレスターはね、すごくフラットになります。これはね、車中泊するときにはかなり助かりますね。そして寝るスペースに関しても、176センチの僕がなんとか寝られるぐらいのスペースはあります。横の幅も十分にあるので、僕と妻が並んで寝ても全く問題なさそうですね。180センチを超える身長の人だとちょっとね、狭いかもしれませんが、平均身長ぐらいの人であれば問題なく寝られるんじゃないかと思います。そしてもう一つ車中泊が快適だと思う理由があって、それがね、天井の高さです。フォレスターはね、天井が高いんですよね。176センチの僕がこんな感じに座っても、頭がね、ギリギリぶつかるかどうかで特に窮屈な感じはしません。少しシートが高くなっている運転席側に行くとちょっと頭ぶつかるんですが、ラゲッジスペース側に行くと頭ね、ぶつからないんですね。 CX-8 だとギリギリどころか首を曲げたり猫背にならないと座ることができませんから、着替えとか食事はちょっと難しいです。でもね、フォレスターだと特にこの荷室部分は天井が高いので、僕でも普通に座って頭がぶつかりません。なのでね、食事とか着替えもできそうですよね。これは羨ましいですね。頭さえぶつからなければ平らになる分、ミニバンより車中泊に向いているかもしれません。すごくね、快適でしょうね。車中泊の旅で重要になる寝るためのスペース、これがね、すごく快適だし、まあ、簡単にね、セットできるというのがね、このフォレスターが車中泊に向いているなと感じた理由です。次は3つ目、長距離のドライブだとか車中泊で役立つ装備とか機能についてです。いくつかあるんですが、その中でね、最も僕が
気になったというか、まあ、これはいいなと思ったのがドライビングポジションと足元空間の広さです。ハンドルもね、上下のチルトとテレスコピック調整ができますし、なんといってもね、足元空間が広いんですよね。そして足元の空間はかなり広い方ですね。僕はね、こうやってベストな運転姿勢をとってもすごいこの辺の空間空いているので余裕があります。ドライビングポジションはかなりね、ベストな位置で取ることができるんじゃないでしょうか。足元が狭い車だとやっぱりね、長時間運転していると疲れるんですよね。まあ、それとね、ハンドルがちょっと遠いとか、まあ、意外とね、ぴったりしっくりくる車って多くなくて、僕はこのフォレスターすごくね、体にしっくりきました。そしてシートもなかなか快適です。半日ぐらいずっと車に乗り続けていましたが、疲れはね、ほとんどなかったですね。長距離運転するときはやっぱりシートだとかドライビングポジション、それにね、足元空間、その辺はね、すごく大事だと思います。フォレスターはその点で僕の中ではね、満点ですから、長距離ドライブすごく向いているのではないでしょうか。それともう一つ、すごくね、この車が優れているなと思ったのがアダプティブクルーズコントロールとレーンキープですね。これが素晴らしい。北海道ってね、こんな何もないずっと走る道が多いですし、高速も僕はよく乗るので、レーンキープとかアダプティブクルーズコントロールは多用します。そしてね、メーカーとか車によってね、このレーンキープとかアダプティブクルーズコントロール、かなり性能に差があるんですね。そもそもアダプティブクルーズコントロールがついてない車もありますが、何よりレーンキープの性能は本当にね、車によって全然違います。フォレスターのレーンキープとかアダプティブクルーズコントロールの機能はね、今まで乗ってきた車の中でも本当ね、トップレベルですね。バシッと車線の真ん中を走ってくれますし、そうそうね、ずれないです。ちょっとぐらいね、白線切れてても全く問題なく走ってくれますね。アダプティブクルーズコントロールの加減速もすごく滑らかで、もう乗っていてね、全然不満がないです。気持ちいいですね。僕が長距離ドライブをするときには多用する機能なので、これが滑らかで気持ちいいというのはね、すごく楽です。そして安心して乗っていられますね。これがね、長距離ドライブに向いているなと思った理由の一つです。ここまでフォレスターは車中泊も快適にできるロングツアーラーとして優秀だという話をしてきましたが、一つだけね、弱点がありました。その弱点というのが燃費ですね。これね、フォレスターのカタログ燃費なんですが、見ての通りハイブリッドの e ボクサー、実はね、高速とか郊外モードだと NA エンジンのモデルよりも燃費悪いんですね。なので僕が今回乗ったのはフォレスターの一番燃費のいいモデルということになります。まあ、それでもね、やっぱり燃費ちょっと厳しかったですね。例えば同じミドルクラス SUV の選ばれやすい燃費のいいグレードの場合、こんなカタログ燃費になっています。これはね、 WLTC モードの記載がある車の中でディーゼルだとかハイブリッド、まあ、4WD モデルの燃費ですね。ここに書いてあるのは一番ね、郊外と高速道路での燃費がいいモデルなんですが、やっぱりね、こうやって比較するとフォレスター若干不利ですよね。アウトランダー PHEV がちょっとね、近い燃費ではありますが、アウトランダーの場合電気で57キロ走れるので、まあ、その分を考えるとね、やっぱりちょっと差が出てくるのかなという感じはします。ここに書いてないエクストレイルとかハリアーなんかもハイブリッドのモデルありますから、やっぱりね、燃費のいいモデルっていうのはどの車もね、用意されているんですが、フォレスターの場合はそれがないんですよね。一応アドバンスという e ボクサーのモデルはあるものの、郊外だとか高速はね、もうちょっと燃費が落ちちゃいます。もちろんガソリン車がいいという人がいるのもわかりますし、スバルはね、燃費を重視していないという意見もわかるんですが、やっぱりね、燃費のいいモデルの選択肢があってもいいですよね。まあ、他の車は全てあって、唯一フォレスターにないのがこの燃費のいいモデルということになるので、そこがね、フォレスターの弱点かなと思います。あの、燃費のいい悪いの数値の問題ではなくて、選べる車種が少ない、燃費のいいモデルを選ぶことができない、そこがね、弱点かなと、まあ、そんな風にね、僕は思いました。どのぐらいロングドライブとか旅をするかにもよりますが、場合によってはね、ハイブリッドとかディーゼルの方が車両価格と燃料費含めた総額が少なくなるということもありますから、選べた方がいいですからね。というわけでフォレスターは燃費の問題以外、ロングドライブや車中泊にはすごく向いている車だなというお話でした。
年間1万キロくらいしか乗らないのなら、そんなにね燃費気にすることはないと思います。なのでね、フォレスターもベストな選択肢の一つということになるかもしれません。ただ年間3万キロとか乗る人だと車両価格が安いことを考慮しても、やっぱりね燃料負担かなり大きくなってしまいますから、経済力がないとなかなか所有の難しい車になってしまうかもしれませんね。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。